さあ今回もボーピップスやっていきましょう。さあ今回はステージ2最終戦、パイナップルピザ大作戦ですね。いろいろな車両に、まあ、もちろんターニア、ライバルターニア、戦車まで出てくるということで、これ非常にね、こちらも、資源を厚くして挑みたいところでありますが、さあ油田、油田ですか。ちょっとね、大変ですね。あれがね、いつものね、あの、オイル感がないので。まあ、油性持っていこうかな。油田はいいや。で、ファランクス行きましょう。勝ったね。ファランクスドローン、地雷行きますか。で、こちら、車両はもちろん出すわけです。もちろんね。対車両で行きましょう。ラム、あれもポイント高いな、ラムロット。4か。これつまりプーマを出して強化してロケランをつけるのか、ラムロット4で出して強化も入れて対人にするのか、まあ、どちらももちろん欲しいわけであるので、悩ましいですが、まあ、ラムロット出して完全に対戦車と割り切るというのも、対車両に割り切るというのもいいですよね。そうしましょう。で盾、ウォービップ、ヘビガンナー、空爆やどいいかな、パンパンですね。一戦にかける思いが強すぎると思いますが、行きましょう。最近圧勝がないんですね。圧勝しましょうか。動画的にね、つまらなくとも一瞬で終わらせたいですね。完封しましょう。最近悲惨ですからね。負けかけるか負けるかしかしてないんで、ストレートに行きたいところです。地雷は個数制限なしかな。当たらんか。お頑張れ、当たりそうだけど。まあ無理だね。まあ結構守備陣地は広いので、まあ最初はね、余裕を持っていけるかなと思います。まあいらないかな。もうこれもね、ある程度タレと強いですが、もちろんね、対人にしか使えないと思うので、まあ、車両とかその辺はしっかりとね、軍を強化してやっていかないといけないわけですね。オッケーオッケー。その辺は壊してもらってね。よし、来たぞ来たぞ。地雷置いちゃおうかな。あ、敵の位置か。よし。とりあえずどうしよう。盾でも置こうかな。遠いな。うわ、いや、うまうますぎない、あいつ。バカめ、何を言ってるんだあいつは。近づかないと当たんないですね。よしよし、まあ歩兵はねここでやれるんで、問題はね車両ですよ。ここで車両出すか、車両出しましょう。強化を今一瞬悩んだが、そんな場合じゃないですね。しっかり行っていただいて、まあ、ここのゲージ分いけるんで、まあ、結構打てるわけですね。オッケーオッケー。あいつ弱いな。あれくらいいけるわ。さあ行け M7 ラムロット。何しようとしてるんだ今は。これだね。さあレベル上げます。次はドローン等で
ドローン等でちょっとこの辺を蹴散らそうじゃないか。うまく当てましょう。つまりここ来ましたね。ああ、遅かった。ああ、よし、来ましたね。よしよしよし、間違いなかったですね。何かいるかな。戦況が全く分かりません。おお、いいね。行け、ドローンよ。壊せ壊せ。はい、ドン、はい、ドン、はい、ドン。だいぶね、影響はないだろうと思います。そのトラックナイス。オッケー、ナイス、いいよ。ラブロット、あ、ちょっと待って、レベル上げるの忘れましたね。強いな、ラブロット。一旦レベル忘れるか。いや、これならラムロットも一気出した方がいいんじゃないのかなと。って出せるんじゃないか、別に。舞台が多いだけで。地雷を受ける、地雷を受ける。よし、置きまくります。こう、戦線が上がるとね、もちろん前に置けるわけですから、ラムロット壊されましたね、そして。おー、来るね。そんな来るか。あれ戦車か。撃て撃て撃て。よし。いやー、敵のこの攻撃までに備えたいですね。遠いな。やめるとこ金がないだけか。おーっと、届けない。当たんないね。遠いもんな。あれくらいならいけるか。やっぱレベル上げようかな。そういう性がだいぶ楽です。ナイス、いいよ、任して。これは体重についてますよね、あれ。今のうちに地雷増やしましょう。よし、これラムロットいきましょう。ラムロット強化ですね、強化。当たんないもんな、これ。お、ナイス。あ、ちょっと早すぎたかな。お、いいんじゃない。あれ、違うと思ったな。いやー、ロッケラン対人機関銃追加する。いや、あるー。あ、ないか。あ、一応撃ってるだけなんですかね。どこで入れてもな。さあ、ランクアップしました。これ人も殺せますよ。オッケー。衝撃に備えよう。あとは人を増やしていけばね、いけるんじゃないかなと。出てて。当たんない、本当に。これ何をするんですか、こいつは。実績来ましたね。装甲化歩兵。なぜ今なのか分かりませんが。おいね、ナイスナイスナイス。なんか勝ってましたね。あれ、うちの煙それって。あれ、いけいけいけ、攻撃つけましょう。使い道がない、このゲージを。重なりすぎじゃない。でもそれに気になりますけど。おお、やるね。
次のランスロットよ。何個ランスロット破壊しようともね、第2第3のランスロットがなんかいるかな。ヘビーとか出してないですけどね。出すか。いや、トミタは何もできないな。置く場所もないんだけどね。いや、撃ってあげたけど、ほら、いけいけ、0% 命中率。かなりやりましたね。これは敵なのかな。どっちが不利とかあるんですかね。いや、聞いてる聞いてる。よし、来た来た、行った行った行った、これ行ったでしょ、間に合い間に合い、押し切れ、ふんだんに使え、ふんだんに撃て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 。いや、多いな、ふんだんに。うわドローンも届かないんだよな、これ。届くか。撃て撃て撃て。オッケー、ナイス。いやー、でも半分だったね。あれかな、もっと寄れたね。いや、ふんだんすぎたな。つかなかったですね。占領完了。おお、広がったね。ん？あ、ここね。あたりいますね。オイル缶、いや、オイル、こっちかな。輸送車両使おうかな、久々に。オイル、あ、めっちゃお金ありますね。ナイスナイス。うわ、どうしよっかな。まず強化かな。歩兵上げるか悩ましいな。さっきの戦い車両伸びでしたからね、歩兵という展開ではなかったかなと。いう面で言うと、車両上げるのもありなわけですね。つまり、サプライが1低下か、か、こっちだな。これ、追加で始めましょう。追加サプライ1。で、ウォーランベスト。プーマ、煙。これ行きましょう。ふんだんだね。勝ったら、あ、盾もらえるんだ。奮発してますね。煙使おう。ターニャいないもんな。ターニャ、報酬がな。こっちはね、スナイパー出せば絶対勝てるんですけど、鳴らしますか。まあ報酬も多いと思うんでね、今後ね。出し惜しみよくないでしょうと。行楽工作鉄道作戦。感じのレッキョになってきましたが。おー、タレットあるね。あれ嫌いなんだよな。これスナイパーでいいんじゃないか、最初。出せないか。いや、やめとこう。スナイパーやめます。まず煙の位置をうまくやった。あー、ちょっとダメだな。はい、オッケーオッケーオッケー。これ、ここが一つ出るわけですね。最初から H ポイント使っているに近いというか、使わなくていい段階なんで、いいですね。まあ、こっちのお金の方を増やしてほしいところでありますが、まあ、いいでしょう。許してあげましょう。どうしよう。出せる。強化のメリット、スナイパーの射程が伸びる、でかいですね。車両にしよう。やられそう。止まる、これ。おし、ナイス、いいね。
ドンピシャ。壊せ壊せ。スナイパーシェロー作戦いいですね。あ、もう、ああ、メイン軍か、早いな。さっき二つあるもんな。あれはヘビーなのか、車両なのか。車両かな。スナイパーには大きいね。一方的に人が抜かれていくんで、こっから撃てるもんね。強化いらんか別に。ロケランがないので、かなりね前線を構築させているかなと、構築できているかなと。強化すると一人増えるから強化入れたいな。耐えれる。あ、よし、悪い悪い。強化しましょう。じゃあもう先に使おう。公約にします。おそらく動いたね。待ってれば射程伸びるんでしょ。連打しとくか。まだだね。ランクアップ。さあスナイパーの進化よ。もう動くことはないでしょう。いや安定感やばい。楽しいね俺ね。撃て。終わった終わった。撃て撃て撃て。よしナイス。どうしよっかな。煙この辺にあるか。3回うまく使いましょう。上げて待ってと。煙うまくいってますね。今まで考えずに撃ってましたから。考えたらこういうもんですね。いいね、このはめ方いいな。2戦が、あれ ?1 戦目あれ圧倒か。まあ2戦目圧倒できたね。さあとりあえずね、ステージ3来ました。もうあるんじゃないかな。よし、まあ今回ね、ボス戦と、最終かかりませんが、だいぶ後半の方まで来ましたよと。まあ敵を見てると、なんだこのマップ。車両がやっぱ増えてきたね。